舐めたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損。もしここで抵抗したら公務執行妨害、罪は重いわよ。ふん、脅しでっか。そないなもん命捨てたわしじゃ通用せえんわ。なんだと。もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる、そのためやったら刑務所だろうがどうでも言っとるやないけ。さすがや、桐生。